でもいいよね。格ゲーマー人狼ってさ、結構人見てくれるようになったけどさ、公式感ゼロだから、殺すとかさ、これ中指とかさ、全然ありだからね。<laughs> いいよね。公式感なくていいよね、うん。やっぱこれこそネットのいい感じだよね。<laughs> うん。ネットの配信ってこれですよ。何でもあり。みたいなね。<laughs> てか俺、おじ、おじさんの なあ、ちょっとズームのみか。それでは、能力者の皆様を起こしてまいります。ちょっとおもろい、ね。まずは、占い師の方から起こします。九人ぐらいで、みんな酒飲もうぜっつって。つまみは適当に、酒も適当にやってっつって。だったら、別になか、配信外でやったら、面白いかもしれない。配信外の方が。だって、いらんこと喋りそうだし。占い師の方は、ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。<お>はい。それでは、ハンサムさん、あなたは、占い師の能力を持ちました。はい。 最初の夜時間では人狼ではない方をお伝えいたします。えー、人狼ではない方は大須さんです。大須さんです。はい。それではビデオの停止、マイクのミュートをお願いいたします。頑張ってください。もう半藤ンンさん、えー、髪の毛普通にできちゃったな。もうなさあ、大須が白崎ですね。大須が白崎。 では続きまして、騎士の方を起こしてまいります。今日そうか、もう一生したから、オース、あれかオリカさもう、勝ち格か、勝率めっちゃ上がるな。騎士の方は、ビデオのて開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。騎士は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 ゴンタそれではゴンタさんあなたは騎士は騎士の能力を持ちました。はい、やってみたかったです。ありがとうございます。頑張ってください。はい、頑張ります。それでは、ビデオの停止、マイクのミュートをお願いいたします。変わらない、ないお前は。変わらってこい。 <laughs> では続きましてハンターの方を起こしてまいりますさあハンター誰でしょうかハンターの方ビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますおーっ <laughs> さんあなたはハンターとなりますオース頑張ってくださいぶち抜くはお 止めでぶち抜いて地獄に送り返しますわ <laughs> いやいや考えろ <laughs> <laughs> 考えろそれではビデオの停止マイクのミュートお願いいたしますいいいやついかんやつ考えろ <laughs> では続きましてサイコキラーの方を起こしてまいります <laughs> サイコキラーの方ビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますきたなムードゥ来きたおお 梅原さんあなたはサイコキラーとなりましたいいいや何したらいいんだろうはいわかりました頑張ってくださいするっでは続きまして人狼の方を起こしてまいりますと思う人狼の方ビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたします本当に打つから、ね、いやす お、ミントかなおー俺たちが今まで仲悪いと思わせてた会があったな。そうですね。あ、仲いいんだ、本当は。は<た>それではお二人は人狼となりました。ただいまから60秒間の作戦会が可能です。それではスタートしてください、どうぞ。だ、誰ど,どうしますミートさん、俺出ます どうします二人、逆に2人潜伏していますあ、それありじゃない逆に。うん。誰も出ないで。うんうんうん。でも、なんか、どうします占い師、一角になっちゃったら。占い師、一角だったら、はい。なる師、一ってよ俺がさすがに2連続はないし。俺、行きますか。あ、そうだね。いや、でも、それでも、一角のまま潜るか。一角潜っちゃいますもしかして。ちょっと一角潜ってみちゃいますか。 ただ、一角しないっしょ、このメンツ。<laughs> するだろう、一人しかできかったら<あ>。最後キラーが誰かを知りたいもんね、でも<週>ねあ。そうですね。とりあえず、1周目、待ちますか、うん。そうしよう。1周<で>目、いや実は的なノリもありきで考えて、僕らちょっと村人気取りで行きますか。<laughs> オッケーオッケー。それででやばあ俺とミートさん、どっちか釣られそうなだったらどうします俺は助けない。え、なんで <laughs> なんで <laughs> なんで え、ちょ、そうなったミュートした。ブ <えっ S 1> <laughs> タッじゃん、ブタ。<laughs> それでは、話し合いが終了となりました。た頑張ってください。はぁ、どうなんですかね。一角はちょっと怖いですけど、大丈夫ですかね。一角。それでは、能力者の皆様をお越し終えたので、<laughs> 皆様をお部屋にお戻しいたします。まあ、一角でレンガ見はできますけどね。レンガ見はできるんで、

本来は出た方がいいね7番ガチ君くん1角はまあ黒出されても大丈夫だからね8番<の>ミートたけしさん二、まあ、角は9番ゴンタさん二人いればねやっぱりいいんですよあの以上9名生存ですそれでは皆様話し合い開始前にマイクのミュート解除マイクのミュート解除お願いいたします それでは一日目の話は四分間で開始してくださいどうぞうぇーいはい占いですお早やいいねおちさん白ですえ待って待って待誰誰誰大須さんが白です大須さん白はい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 なるほどなるほど俺白早かった早かったですね占いないですか占いないです圧倒的な占いですおこれは本当っぽいなこれ本当っぽいっすよね多分出ないでしょ出れないでしょ他出ないうん。 出れない安全な占いですから出れるわけじゃないですから出るそういうゲームすからねはい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 ういは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 いでいはいはどはいよいもねはい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 っいはいはいはいで。いはいはんはい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 ははいいは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 い これ、子供しいこれは、おっさん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 、いいさん、おっ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 てほしいな。いやこれはおっさん、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 おりますおっさん、おいさん、おい。さん、おっ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 さん、おん、おっさん、おっいん、おっさん、おい。さん、おっ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 さっん

確かに。は白っぽいな確かに。今村あそうだね。そうだね。今のは村にある。なんかガチ君がちょっとやばそうな顔してる気がする。ガチさん、ちょっとマジで笑顔がすごい。顔がガチ君が。うわぁ、まずいな。ガチ君、まずい顔。ちょっと役職なくて、僕もちょっと今ね、結構見よったんですよ、ずっと。人の顔をね。野が結がニヤニヤしよったのに。ごめん、ごめん。別に言われた系とかじゃなくて。 ゴンダさんが160秒出てたのあの川野のね顔の歪みがちょっと待ってちなみにハンターとかはこから少しはこうするいいですか僕ハンターです。ハンター2人あとはハンターないですか他ハないですか先に無駄じゃないであっじゃあ僕降ります。おお無駄お前同じパターン無よ 何がカードくんカードくんかあれ何がカード君のれカード君んのあれ何がカードく映るよ。れ何がカーんのあれ何がいいドくんのれ何がカんの物れと思いーすくんのあれ何ーいないのあれ何がカこドくんのあれ何がんのあれ何がカードくんがカードくんのあれ何がカードんなすれいね。カードくんのあれ実は俺ーンタんーなんですよね。あれ何がカード いやいやでも、今は白なんで。もベスさんは、ウベ白さんは、ウベさんああベスさんああベスさんは、ウ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 ベスで、んは、ウベスさんは、ウベスさんは、ウベスで、んは、でベスさんは、ウベスさんは、ウベスさんは、ウベスさんは、でベスさんは、ウ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 ベさんは、ウベスさんは、でベスさんは、ウベんは、ウベスさんは、ウベスさんは、ウベ いや、変にこれ、大津さんと梅さんに触れない方がいいんじゃないですか大津さんに大津さち抜きたいんですけど。いやいや、でもこのケースだったら、とりあえず、パッターの怪しい方からすると、どっちか絶対、どっちが当たっても絶対打てよっていう。一応いいですか一応いいですか俺がもし打たれたら梅ちゃんにモンドムーで打ちちゃったら、俺が式ね。なんか大津さん本物っぽいんだよで、俺の5.56ミリさんが梅ちゃんの脳的にタイミングを貸きつけますんで。タイミングを貸しでゃう。タイミングを貸しつちますんで、タイミングを貸しつけますんで。タイミングさんしつけたいんですけど。 んんですね、こんなに遅くせいいんだったらもう時間がないしま,まで,出よ,まで出ようって話ではあったはいもう10で落ちていオーストラ最高機能の可能性はやってもらえばいいんだけどねこの1持ってることで信用されるんだったらそれは俺も1持ってきますよオーう、ね、ス狙い落ちいしょオアも相手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 な相手も相手も相手は相手も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 相いも相手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 も相いも相手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  投票の時間となります。本日は1番、ン 1> ハンサム・オリガスさんからのスイートです。では、ハンサム・オリガスさん、どなたに投票されますか,か,ーかえー、王さんで。はい。えっと、ハンター、ハンターですよね。はい、だから、俺、今回釣ってもらえれば、うんうん、俺のこの弾丸がむちゃんプチ抜くんで、いい、ことですよね。あはい、人類一人消えるんじゃないですかね。狙い撃つでまあ、最高の,の可能性は全然あって。 それあった上でいいんだけどあのさっきの確約がもらいたいんですよ、その大さんをやったら梅原さんを打つ、梅原さんをやったら大津さんを打つの、その相応の、のこうなん,うんですかね。あ俺をぶっ壊したくてと仕方ないんで、早く俺をぶ,ぶち抜いてくだい。これはだから相談したいまであるんで、そしたらこれはちょっとそう、最初のですね。ねあのー 我々の誓いが今、果たされるときが来たのかもしれないですこれはね。いや、これあの、桃源教の誓いが今生まれたんで、死すべきときは同じときに死ぬということで、じゃあ、俺、大津さんに行かしてもらいます。せっかくなんで、大津さん、白ですよ、大津さん、白です。チャンスじゃあ、俺、行きましょう。俺ですか大さん、大さんで。白崎の、白先の大さに入れる、死占い師。では、続きまして。 マイクのミュート、白崎、自分の白崎、せめて、せめて、梅原だろ、お前だけは、お前だけは、梅原さん、お前だけは梅原だろ、さすが格言話人の梅原さん、ちなみに、もし投票されたら、誰打ちますえっと、俺はもう、大須は最後確定だから、打てない。で、今、ちょっと怪しいなと思ってるのは、三太郎さん。 あ三太郎さんそうなんかだってそのああれさっきの行為はえ、はい、実は人狼で出て,こ出てきてくれたらそのまあ多分出てくるとしたら最コじゃんそれ占いが出てくるとしたらあまあそうですねそこで占いとどっちか分かんないなっていう絵を作ろうとして、はい、3人も出てこないかなってやったんだけど釣れなかったから危ねえ危ねっつって下がったんじゃないかななるほどいや梅原さんはハンターっすか

もうせんしょうっつって。梅原さん。で梅原さんに一票目が入ります。ますでは続きまして3、三番川野さん、どなたに質問されますか。こっちが。ね、最後かわかるからね。梅原さん。はい。そう、今回、それ、大須さんは絶対、あの、最後だと思ってて。うん、で、最後って、その。 いや、これは最後じゃなかったらゲームにならないよ。そうですよね。釣らないといけないじゃないですか。だから人狼冒涜してます、これで最後らこれで、梅さんに入れた成尾さんが書いてもらうあんまりよくわからなくて。わかるんじゃないシンプルに。え、首上系ですかバカ読みでいいと思う、シンプルに。深く考えすぎない方がいい。確かに。そういうレベルの人狼ですよね、これ。そう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 。 だと砂はこれは普通にね、素直に大須はってっ,って感じですか大須はもう、<laughs> まあでも、そうだね、大須は釣らないといけないね。そうですね、絶対に釣らないといけないですよね。うん、大須は釣らないとダメ。で、梅、えこれであいなるほど。うん、その占ったりとか守ったりすると、あのー、村人が死んじゃうから。あ、そうですよね、大須は釣んなきゃダメ。 それでは川野さん、どなたに投票されますか大須、ねね、さんですね。大須さんに2票目が入ります。はい、では続きまして、4番、梅原さん。どなたに質問されますかえー、誰にしようかなちょっと待ってくださいね。でガチさんで。 なんか静か。ちょっとまあ、あの、一戦目でちょっと燃えつきましたね、僕。早い全力出しすぎて。早いな。はい。息上がってますよ。どうですか?。え、あの、河野がハンターで出て、梅さんが入って、河野が下がったじゃないですか?。だから、三人いるとこで、もう大さん、パンって、で、で出れてもよかったんじゃないかなと思うんですけど。で、河野が下がって、梅さんが一人になって、王須さんが出たんで。 まあちょっとやっぱ大津さんが怪しいなと思う。まあだから最高ってむずいんじゃない多分結構。いやむずい。立ち回りが。だから、迷いがそこで出たんじゃないかなと思うんだけど。うん。結局ここでじゃあ大さんつって、ハンターで誰も殺さんかったら梅さんがってなりますよね、でも。そう。ですよね。そう。まあじとりあえず今日はその線で行くしかないですよね。うん。大さんって。わかりました。うん。 大丈夫大丈夫僕、転がされてるんですよね。え、ないってんだ理解しないでしょ、だって、全然。それでは、梅原さん、どなたに投票されますか理解しないでしょ。さんに3票目が入す理解してないでしょ、これは。では、続きまして、5番、サンタロウさん。どなたに質問されますかじゃあ、梅さんでお願いします。はい。梅さん、悪い顔しましたね、今。悪い顔して、わやくん、騙しましたね。わやくん、あ、わやくん。 <laughs> はい、和く君のこと、えっ、ー、と、<laughs> いやいやさっき言ってたのは、本気で言ってますよ、俺がやしいって。いや、だって、まあ他になんか、手がかりがないんで、あ多分梅さんぐらいしかそう思ってないと思うんですよ、購入したちあまりですかはい。あの、だって、僕の功績で、折笠さん、白角、で、大須さんは、とりあえず、人狼側じゃないの白角させたの、僕なんですけああ、そっかそっか、大須、大須のを笑ったってたのか。はい、あでも、それ意味ないですもんね、ね下がったから。誰がですか俺が あ、あ、違う違う。占い先は関係ないのかあれ起きてます梅さん。大丈夫起きてる、起きてる、起きてる。はい。あ、でも寝てないです。寝てなかったですけど。もう一つだけ約束してほしいことがあるんですけど、俺、今回梅さんに集めたいんです、票今回って、いますかはい。必ず俺殺してくださいよ。じゃ約束してください。梅さんの手で俺を殺してくださいね。できますよねいや、怪しかったらなんですけど、それまで言われたら、いや、あそこまで言われたら打たないですよ。い打ってくださいね。怪しいって言うなら怪しいってだけです打ってください、俺の方。お願いします。 それでは、<っ>三太郎さん、どなたに投票されますかあじゃあ、梅さんでお願いします。梅原さんに2票目が入ります。さあ、では続きまして、6番、大津さん。どなたに投票されますかががえー、っとね、難しいなじゃあ、一応、ゴンタさんかな。はい。ありがとうはいはいはい。ちょっと話聞き方が聞き方んですけど、まあ、とりあえず、うんあの、カードと梅ちゃんがいい感じになんか誘導を かかなりかけてますよ、ねうんうん、で「さんちゃん怪しい」ってのもやっぱあのかなりさんちゃん今回村ンになるムーブしたんだけど、うん、謎の怪しいって俺はちょっと思っちゃっていやあのさ大津さんって絶対梅原 <laughs> ぶち抜いいてくれるじゃなです100万ぶち抜きますよ、俺、早くもう地獄もフリーですんね、俺、このタボールが、ウメちゃんの血を吸いってってよってんこれね、これがでかくて、大津さんを打った場合、絶対ウメちゃんも打つじゃないですか。打ちましたよ、打ちますたよ。ウメちゃんが、ウメちゃんが、そしたら人狼ないしは最コキラーだった場合、最コキラーだった場合、超難じゃないですか。で、今度、大津さんがもし打たなかった場合って、大津さん名明言してるから、もうウメちゃんが死んで、大津さんが最コキラーって見ていいんですよ。 そうなりますね。そう。で、これもし梅ちゃんに票が集まって梅ちゃんが行った場合、おっさん次の時ローラーでいいんですよ。はい、そうですね、そうですね。彼が打たないっていう選択肢が取ってる可能性がある。はい、やってください。それでは、大須さん、どなたに投票されますか梅原さんに3票目が入ります。殺して。では続きまして、7番ガチ君、どなたに質問されますかミートさん。はい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 。 喋っとらんかっっかかたたた一番話したかったっすはいどうですか、ミドさん。個人的にはやっぱ大津さんが怪しすぎて、はははいいいまあ、あの、あ<れ>ハンターを確定させたいんだったら、やっぱ、カー野君と同じタイミングぐらいしか出るとこないと思ってて、まあのタイミングで出るのは、多分ハンター確定を阻止したかっただけだと思うんですよ、人最高キラーで。はいうか、多分あのタイミングではそれぐらいしかやれることないから、うまい多分その占いが一人出ちゃって、 でほぼ今、まあ、確定の状況で最高のキラーがやれるのはこれしかないと思うから俺はおっさんが最高キラー確定ああでも打つ名言するって結構強いっすよねあんま多分,多分んいっぽい、ね、かねイタチの最後っぺみたいなもんだと思うなあマジっすかうん逆にっ言,言っとかないとその最後までハンターらしさは出さないといけないはずだからでも梅さんは今ちょっと濁したじゃないですか最後 三太郎さんに絶対打ってくださいよって言われていや,いやでもなんか俺さっきのなんか、えー、ラブロマンスはよく分かんなくてそのれでそれではガチ君どなたに投票されますかあ,あもういやそうだよ大三ケけ三ケ大三行った大さんに四票目が入りますこれ二大さん絶対出すから では続きまして、8番、ミートたけしさん、どなたに質問されますかゴンタさんで。ほいほい。っていうガチ君に説明した理由で、俺はオッサンだと思ってるんですけど。はい、ミートさん、これ、決戦にしちゃった方がよくないですかじゃあ,なあ、ゴンタさんが人力をった今、オッサンでちょっとこ,こで決定でしょそっか、じゃあ、梅さんに一応ばらした方がいいのか。で、もう一回さ、弁明聞いてさ。はい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 。 っていうのが一番いいんじゃないかなって思っちゃいました。いや、ゴンタさんが自分で言ってたの、まあ、個人的にはもう、ほぼほぼおっさんなんじゃないかなと思って。あな,なんなら決めんてもいいですよ。決めんても多分そんなに問題ないです、これたで。で、もう一個別の話し,しときたくて、その、お姉、うん、さんがサンちゃん怪しいんだ、まあ、多分なんとなくだと思うんですけど、その、情報がなさすぎて見てるだけだと思うんですけど、<laughs> うんうん、そんなにサンちゃんが黒く見えなくて、俺は。最悪はなんかちゃん、さっきのスライドっていうのは、はい。 なんか俺、正直、村ラスラが、なんか黒、あの黒りなのか村リなのかっていうのは、ちょっとまだ判断つかなくて。ああ、まあまあまあ。でも、俺れってどっちとも取れるじゃないですか。でも、なんか、サンちゃんが後から CEO して、あの、隠し棒を作る理由はなかった気がする。そうしたら。あじゃあおっさんで重ねた。りるそれでは、ミートたけしさん、どなたに投票されますか <laughs> すいません。梅さんに、じゃあ、いっております。 梅原さん票目が入りますでは続きまして9番ゴンタさん。どなたに質問されますか折リさんで。本当は人狼だったら、普通は折笠さんがこの村の王様なんですよ。もちろんですよ。マジでめちゃくちゃ貴重な存在なんで。だから王は二人いらないです。あなたがどこにやるかは、このさいいんだけど、えっと、占い先言っといてください。えっとね、はっきり言いましょう。えっと、ートさんです。 みー、ね、ちゃんのって聞いてるのあ、オッケーオッケー,うー。で、えっ、ー、とー、僕的には最悪は、例えばこれで梅ちゃんするじゃないですか。うん。で、梅ちゃんが本物のハンターだった。うん、で、大津さんのことが挑断するから怖くて打てないっていう時に、サンちゃんをぶち抜いたとして、うん、サンちゃんが村側だったら最悪じゃないですか。えー、梅ちゃんが撃った瞬間に撃てるわけだからハンターが確定で、で、サンちゃんが村だったら、二人村陣営死ぬから。 申し訳ないそこまでは最悪ではないかなと思うんですの、ね、でうん、状況としてやばくないやばいかなわかんない。えっ、ー、と、その数字の最悪。いや、<ん>正直わかんないですけど、でも俺はさすがに、ね、それではゴン,ゴンタさん、どなたに投票されますかにでじゃミートたけしさんに1票目が入ります。さあ、どうなる投票の結果、本日は4番、梅原さん。<laughs> 6番、大須さそれではお二人は弁明する順番をけられましてしま、ね、本日の投票順番と同じ順番で弁明をしていただきますではまずは4番梅原さんから弁明をお願い,いたしますあすいませんえっと梅原さん画面が黒くなってるらしいんで直してくださいお願いします直してから弁明をお願いしますマジ派 治りました。なってない。あ、黒くなってないらしい。ごめん、なってないらしい。すみません。あ、はい、すみませんはい、は,はい、お願いします。私ですか。はい。梅原さんから。お願いします。えっ、ー、と。そのハンターという役職初めてだったんで、ちょっと。まあ、間違ってるところあるかもしれないけど。あの。さっきから、大須が。うつ、うつって言ってて、でも。な、俺のこと、人、人狼。あ、人狼と思ってんのか。あ、そうか、人狼だと思ってる、うつか。 俺はもう大須が最後一択だから、長弾って損だよね、この段階で村が長弾するのって。だって人狼に当たる可能性は低いから。だから大須は打てない。で、三太郎さんちょっと臭いなと思ったけど、俺のこと打ってくださいねって言ってたから、それさすがに黒じゃないんじゃないのっていう。打つかどうかまだ決まってない俺に対して、俺のこと打ってくださいねっていうのは白っぽいから、三太郎さんも打てない。うん。だから、 なんか、誰を打つかっていうのが、ちょっと分かんない、決められない状況で,で。それに対してなんか、撃つ打つ、俺がもしかしたら最後かもしれないのに、打つ打つって言ってる、あの人、あの,あの人は、あの、めちゃくちゃ怪しい、怪しいっていうか、まあ、最後に見えないのかなっていう、みんなが。 だってもうむ村を荒らすきし <laughs> 村を荒らすつもりしかないじゃん商談 <laughs> <laughs> したらどうすんだだって、本当に。うん、らあれは完全に村側じゃないですよ、あの行為は。で、出てくるタイミングもおかしい。うん、です。まあ、そんぐらいかな、これ、ね、が言え、ねね、<laughs> はい、終わりです。それでは続きまして、大津さん、弁明をお願いいたします。はい、えっ、ー、と、俺がもし、俺はまあ絶対打つんですけど。 まあ要は俺が打ったことに、打って、本当に打ったら、あのー、証明されるじゃないですか。なんだ、基本的に俺の発射は一応、むらりと思ってますんで、とりあえず何があろうが、梅ちゃんとかみに、俺のこの5 5 6ミリのたらき込みますんで、皆さんよろしくお願いします。必ず打ちます。私、打ちます。絶対打ちます。<laughs> 以上です。必ず打ちます。私、ハンターでございます。はい、むらり考えてね。以上です。それでは。 お二人の弁明が終了いたしましたので残りの7名で投票を行っていただきます梅原さんか大津さんどちらかに投票していただきますのでお願いいたします投票された方は指で123と投票数をカウントお願いいたしますそれではハンサムさんから投票ですではハンサムさんどなたに投票されますか3ゲットできる大津さんでさんに1票目が入ります成尾さん大津さんに2票目が入ります川野さん 大須さんで大須さんに三票目が入りますサンタロウさん、ね、え梅さんで梅原さんに一票目が入りますガチ君。梅原さん梅原さんに三票目二票目が入りますミートたけしさん大須さんで大須さんに四票目が入りますいい、ね、ゴンタさん <laughs> 大須さんで 大っさんに票目が入ります。で,で,では、マイクのミュートも。これ言ったけど、人狼側もリスクあるから、自分で飛んでくるんだから。それでは、投票の結果、本日処刑されるのは大津さんです。で,では、大っさん、まずは遺言をお願い,いたします。それだこいつらこれを選ぶんだからな。まあ、ももさっき言った通り、私はあの責務を全うしますので、まず梅ちゃんをはじきます。<laughs> もし梅ちゃんにあの直撃したら、梅ちゃんがは偽物ですよね。でもし梅ちゃんがはじいてきたとしたら、梅ちゃんはもう最高キラーなので、 で俺が白ってのも証明されますんで、まあそんな感じですかね。とりあえず私弾きます。絶対弾きます。<laughs> それでは王さん、王さんが処刑された結果能力が発動いたしました。はい、ただ今から10秒以内に誰を梅ちゃんを弾きます。ハイメガキャノンで打ち殺したいかを現していただきます。<laughs> す <laughs> それでは。 ただいまから10秒間をカウントさせていただきます。KO, の, Ko の文字が現れた段階です。っ作っ作っそれでは、はい、<laughs> ではカウントは同じでいきましょう。はい、<laughs> では大須さんのハイメガキャノンが梅原さんに、はい、当たりそうになった瞬間になぜか。 軌道がずれております、うん、<laughs> ではただいまからこちらこの下にある番号順ですねこちらですこ,、えー、この番号です、えー、これはですね梅原さんと大須さん大須さんはすでに死亡しているため、えーかえー、数字に入りません梅原さんは玉、えー、がそれているため梅原さんも、えー、死亡しないので え番号の関係上ですね1から7番番号を振らさせていただいておりますーさんちょっと黙ではえーはい大さん大丈夫ですマイクミュートにさせていただいてそしてですね1番成尾さんごめんなさいハンサムさん2番成尾さ,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 さん3番河野さん4番三太郎さん5番ガチ君6番ミートたけしさん7番ゴンタさんとさせていただきますそして真ん中に数字が表示されます この数字が最終的に出た方がなぜかハイマハイメアキャノンのビーム砲によって消滅し出しますので。ハンサムみたい笑うなーマジで。結局では入りましょう。二人か,かりでも梅原に負けるっていう。なんだめすよ。これこれは魚も本当にやってないんでね。誰でしょう。うマジで誰。誰だ誰だ誰だ。一がハンサム一七。ゴンタ本日は七 <laughs> 番ゴンタさんが キャノン法によって消滅いたしましたゴンタさんはビデオの停止を押してください大津さんもビデオの停止を押してくださいではミートだけしさんマイクの見た目願いたしますそれでは大津さんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいりますさすが判定をした皆様はビデオの停止を押してくださいさあこれえっと梅ちゃん手かけれません梅ちゃん手かけた瞬間に2になってしまいますよねそれでは皆様おやすみなさいませ梅ちゃんが手かけれません RPP とかじゃなくてねえ。梅ちゃん手かけれません。あ、かなり難しいです、これは。ああ、難しい。<laughs> オースのせいで。オースのせいで終了。さあ、どうなるか。梅原を釣ってる暇はございませんそれでは、皆様を、能力者の皆様を起こしてまいります。まずは、占い師の方から起こします。<laughs> やっぱダメ。銃とか戦争とかダメだね。結果、こうなるね。やっぱ平和が一番。 1十はね十社会ダメ占い師の方はビデオの開始、うん、マイクのミュート解除お願いいたしますすぐこうなるそれではハンサムさん <laughs> 本日どなたの正体を確認なさいますかあただそれがミートがね裏あるからミートがね占われト占われえっとね変えることをおし しますねえっ、ー、と今俺完全にいいと一人占いであの俺の変えても別にいい立場にあると思ってるのであの川野君に見させていただきます。それでは川野さんの正体をお伝えいたします。川野さんの正体は人狼ではありませんでした。<laughs> さあこれで難しいです。それではビデオの停止、マイクのミュートをお願いいたします。では続きまして。 騎士の方の時間を少し取らさせていただきます。この三択ですね。投票先が。で人狼側はえっと決めましょう。一発を誰にするか。人狼側は多分まあハンサムオリカスとかね。だからナルオミーとえサンタロは絶対噛まないようにするはずだと思います。 ナルオミートサンタロ以外を噛む白崎噛むオスでもオースがいなくなったでは続きまして,まて人狼の方を起こしてまいりますちょっと待ってこれ決まるかちょっっと待って人数俺把握できてないぞ決まるかこれあガチ君いるなガチ君いるガチ君いるごめん結局あれだ白崎とかねえから全部行くしかねえよ人狼の方ビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますそれでは60秒間の作戦会議スタートしてくださいどうぞ さんがどっからとはいえもうバレちゃったからそれをみんなに勝負行くならハンサムさんがもう完全に支援で俺を紙に来てあの占いに来てるからいやそうなんですよだからめどせんだよ考えたら7さんミートさん行くって言っちゃってるから俺は絶対ハンサムさん死ななかったら俺は黒角になっちゃうかな ね、まあそうなった時は俺は成く君に一切平坦を向かないように頑張るしかできることはなくてそうですねだ誰かみますでもワンチャンハンサムさんいくと通すかブッドやなねえタクるかなんかちょっとうまぶるんじゃないないと逆にねうんここを逆に行かないだろう読みのねうん それしかないよね。このタクいけるとすげえな。絶対けにそれか、頭もありそうなサンちゃんゴンあまあでも、サンタロさん多分、あの、みんな、一タクで行こう、一タクで。それでは、本日、どなたを襲撃なさいますかハンサムさんで。はい。 では本日、ハンサムオさん。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。せーの。ごめんい、ごんなさい。ごめんない、ごめんはい。ごめんい、ごめんない。んなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんない。ごめんなさい、さい。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんさい、これんなさんなさい、ごめんなさい。ごんなさい、ない。ごめんなさい、ごない。んですさんない、んでささい。ごめい。んない、ごめんさい。い。い。ない。 これやばいっす。これマジグレーマジきつすぎる。だって全部四択だからね。であっちは合わせなきゃいけないし。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。だ<番>、一番ハンサムさんからビデオの開始のみをして戻ってきてください。二番ナルオさん。ゴンタが打たれてるから、で今日誰がハンサムいくじゃん。二番か。二番からか。三番カ川野さん。ミート最後か。四番梅原さん。五番三太郎さん。五番三太郎さん。 七番ガチくん八番ミートたけしさん本日無残な死体となって発見されていた方はハンサムさんですハンサムさんはビデオの停止を押してください <laughs> <laughs> 嘘でしょ売らないし、行かれるとこあんのつって。それでは現在6名生存です。ではまずは、マイクのミュート解除お願いいたします。2日目の話し合い4分間で開始してください。どうぞ。はい。いいですかはい。これ非常にまずい状況です。あ、い。これ多分、一気に厳しくさんじゃないです。え、そう。なんで、で、それで、話じせっかくさっき梅さんに入れなかったやつ、もう人狼なんですよ。 あのまあそうですあれ待って相当生かす市民のない選択はら市民のないから入りたい聞いてください聞いてください今これ三多分ですけど市民三人、人狼側三人であの次の投票で三人あの自白して集められたら終わるんで俺たちあの市民側の三人は必ず集めなきゃダメです PPK うん集えでも市民側の三人とあそう梅さんは最高でそれで俺の中そう梅さんにもう釣る時間はないんですねこれ人狼されないと終わりなんでえ

あの正直、ちょっとこれ、本当申し訳ない。俺、騎士だったんですよ。ですよね、ですよね。そうそうそう,そう、申し訳ない。え,えお俺、士だったんですよ。あ、じゃちなみに騎士いますえ、僕、士じゃないです。うまい。じゃあ、でも <laughs> もいいよ、もういいよ、時間だから。もう、え、なるほど、誰のれちなみにミートさん守ったんですよ。

いやその前が決まっとったじゃんあいや決まってるよ決まってるお前なんか最後の終わりずいぶんセリフ出てるな本当決決まってないしっかり見返してえ目鼻ちょっと変わるかもしんなとりあえずミートさんでいいんじゃないとりあえずミートさん絶対にちょっととりあえずとりあえずでは嫌だないやこれ黒じゃなかったらえでも正直サンタロウさんとガチ君の可能性もあるっすよね。 全然俺が俺だって。あるんすけど、とりあえずで決めて終わっちゃう、サンさんないか。そっか。ういうえずで決めて、サンダムさんが終わっちゃったよ大丈夫。今のナロもなんか、普通にやっちゃったたんで。ナロさんは絶対白やと思う。あのなんかあったんすよ。理由忘れたんすけど、絶対ナロさん白やなって思う出来事あって。それは本当に白。じゃあ、ミートさんとガチクになるよ、俺目線。カードが。いや、俺、ルメさんに入れた理由ちゃんとあるんすよ。うん。 大さんが最後だった場合って、梅さんに行ったら絶対冗談、最高だった場合になるわけ、まだ梅さんの方が、えっと、止めてくれるって言った方が、多分んラ駄になるでしょ。そうでしょ。で、俺は梅さんにしたんですよ。途中最初、大さんだったんですけど。え、でもさがハンターが出る順番としたら、大津さんが一番やしかったじゃん。そういうんじゃねえんだよ。おばおお死ねお前、今日。豚まんの先長。 上なとりあえず今日は豚まん取ろと思うけどで人じゃねえじゃねえかもうあの票詰めないとまあこれ負けますそう必ずまあワンチャンゴンタさん黒っていうのもあるかもしれんすけどまあねいや何かあっんねいや俺ゴンタさんが結構手で切らになるのがかいな。 さっき誰が、し誰がウンタさん白の場合があるけあ、黒の場合黒の場合だったら豚まんつって終わりだと思うけどなああなるほどいやでもミートさんないと思うんだけどなどうなの？なんでなんで喋れ？べれどれがどれかわかんないですよわかんないからとりあえず適当にミートさん守ったって感じなんですけどまってあれ、まぁナルオさんの言う正直だったらミートさんあ、それでは話し合いが終了となりました皆様マイクのミュートマイクのミュートお願いいたします カーノに入れ,ればナルオの投票がそれでは本日襲撃されていたハンサム・オリガスさんを起点といたしますので2番、成尾さんからの質問です。では成尾さん、どなたに質問されますかじゃあガチんで。はい。なんかさっき言い,言いそびれてたんで、なんかあれかなと思って。<laughs> ってかあの昨日の決戦で梅さんに入れた人ってメモしてますいやー、してないっすな。<laughs> <laughs> 俺はでも王さんに入れたな俺と三太郎さんは梅さん入れたんですけどもう一人入れとったんかなゴンタさんってどっちでしたっけ王さんでしたゴンタさんどゴンタさんねどっちだっけな忘れたなでも成尾さん騎士なんですよねそう俺騎士ゆるがん騎士ですよねゆるがん多分誰もいないしょまあ死んでたらあれなんだけどまあまあそうっすよねうん。 ワンちゃんゴンダさんが騎士で、うん、そこに人狼として乗り移ってる可能性もあるなっていう線もあるんですよ、すね、一応。ああ、まあまあまあ、まあ、確かに、はいえ。とりあえずこれ、ガチ君どうする票集めた方がいいんだよね。あでも集めんと、あの最悪は人狼2体残ったんで、これ、計3体だ、最高キラー合わせて。あ<ー>僕らを信じてもらうんだったら、僕は川野かみゆきさん行きたいです。それでは、成尾さん、どなたに投票されますか うーん、じゃあ、ミートさんで。嘘でしょミートたけしさんに1票目が入ります。いやはでは続きまして、3番河野さん、さんどなたに質問されますか <laughs> <laughs> 三太郎さんで。なんておいはいはいはい。あのそう僕が成尾さん白いと思った理由をちょっと説明させてほしいんですけど、あの最初、実は成尾さん、最初の投票、梅さんなんですよ。うん で俺もちょっと梅さんはでもおっさんの方が怪しいでちょっと思ってあの梅さんあれおっさんに入れちゃったんですけど成尾、うん、さん最初<で>自分の意思を持って梅さんに投票してたんですよ。うん、けど<え>多分そうそうなんですよ。え違うよいやいや絶対そう最初梅さんに投票してて、うん、俺と梅さんでバカバカ言い過ぎてしまったんですよ「成は、うん、あいつバカだろ」みたいな感じで、うん、そ2二つにちょっとショック出ておっさんにしてたんで多分<ー>ここは白っぽいなって僕思ったんですよね。 なるほど、ね、えっっていうか俺ミートさん多分黒角で俺目線だと鳴岡ガチ君か河野なんだよねもう一人、えっと、もしくはゴンタさんか、ね、ゴンタさんああそうですねえミートさんはあの決めにいったの本当にミートさんで俺の時って一応まだ決まってなかったんですよ<う>実はえっとねいやゴンタさんが決めにいったんじゃなくてミートさんの時点で5票入っ,ちゃってそうですねミートさんで決,め決まったんだよね、うん なんでいやお、とりあえず俺が怪しいっての分かるんですよ。ただ先にミートさんに投票されますかミートさんで。ミートたけしさんに2票目が入ります。では続きまして4番、梅原さん。<laughs> どなたに質問されますかミートさんで。<laughs> はい。<laughs> あなた、人狼じゃないでしょ。 人狼じゃないです人狼じゃなく見えるんだよねとなると勝ちなんだよねはい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 。なんでしたっけ豚さん豚マンです豚マンじゃないですけど豚マンじゃないですけどこれ豚マンつって終わりじゃないですか勝ちじゃないですか豚マンじゃないつってでしょ俺はね 人狼じゃないと思ってるんですよね。逆に人狼だったら教えてほしいですわ。今後のこともあるんで。いや,いや、人。これ人狼じゃないです。俺は絶対人狼じゃない。人狼かな人狼かなえ、豚まんか人狼かしかないってことじゃんだ、これ。そうす。<laughs> じゃあ豚まんです。<laughs> <laughs> それでは梅原さん、どなたに投票されますかミートさんミートたけしさんに三票目がさあこれでサンタロウガチ君が入れづらで、ね、では続きまして五番サンタロウさんなどなたに質問されますか三、うん、人です、川野も全然ありえ <laughs> っと…あるあるもうサンタロウからするとミート、ミしたら終わりだから組んでそうだね、ガチ君喋ってミートさんじゃなかったガチ君これ誰に入れる えっとまあミートさんなんですけど。はあ、待って今のえ僕の次って俺僕が最後っす。あんいやかミートさんがん。ミートさんが最後なんだけどあごめん、ま、間違った豚んが最後なんだけど。何かね、はい、えっと川野がちゃんと豚んに票入れたことによって俺川野白なのかなってちょっと思っててちなみに今ここで三太郎さんがもし人道だった場合、うん、多分もう人道が勝つんすよもう。 もし仮にサンタロウさんが人狼だったら人狼で川野も人狼だったらもう勝ちでしょここで終わりそうだねでなんかその煽りを入れてこんのんで結構サンタロウさんは白っぽいなと思ってガチ君分かってるそういうんか勝ち確ムーブみたいな感じじゃないっけそうだねまあここでうんちょっと俺の中で成尾とガチ君どっちかなって思ってあ人狼でうんどっちが人狼なのかなってミートさんで終わんなかったらねそれでは サンタロウさん、どなたに投票されますかあ、豚マンでお願いします。豚マンさんに4票目が入ります。では続きまして、7番ガチんどなたに質問されますかいや、次、岸士殺されないんだよ。絶対殺これとい。これは岸は人類じゃない。じゃないです。最初の1日目でさ、ハンター出た理由で何かあるあれは。 あのそ,その前のた回でハンターって別に初回バレたとしても強くねみたいな隠しろ強くねみたいな会話あったじゃないですかうんだとしたらなんかその俺が出てでもう1人出てじゃあ俺引いてその人隠しろにするっていうのは結構強いんじゃないのかなって思ってなるほどでそれ3人目が出たら出たで美味しいじゃないですかもし。 うんまあ、でも出たことによって今すごい大変なことになってるけどね。あのけあでもそんなことねえんかないやいやあれは結構ね角城は強いんですよこのゲームってやっぱ。ああお前分かっとらんなやっぱり <laughs> 俺もそうじゃけどいや俺もそうじゃけどそれはまあ,まあ3割まあ,あ<ー>そうですねいやいやあれはでも大さんの出るタイミングが本当に遅すぎたっていう <laughs> あれ、ね、<laughs> う確かに難しいねはい分かりました。 それではガチくんどなたに投票されますかえじゃあ、タあブ豚マンで。豚マンさんに5票目が入ります。<laughs> では続きまして、8番ミートたけしさん、どなたに質問されますかガチくんで。すみませんでした。いや、全然いい,い,いのよ、はいあの。許すわけにはいかないんですけど。でもこれ、サンちゃんは完全にロックされちゃってるから、俺が。はい。いやなんかでもここ はいえー、あどうぞすいませんでもここでまあおでも俺以外で誰が黒なのかっていうのはちょっともう僕目線は川野なんですよち,ち,ちなみに俺と川野くんってことねもし二人残っとんだったら、okay、そしたら絶対俺も,ー、はい、俺,も俺は川野くんかなんかこんだけ攻撃されるとンちゃん怪しいなっていうのもあるんだけどでも成尾もなんか俺に俺入れてきたのすげえムカついたし全員ムカついってか全員豚バンって言ってきたからなこれ。<laughs> っっぽいっすから、ね、でも<ん>って欲しいっていうのをもう今更俺の疑いを話すとかはもう俺多分時間の無駄だと思うからはいでも俺は、えー、人狼じゃないっていうのでちょっと次は菅の君ちゃんと狙ってほしいなというのはわかりましたそれだけ、はい、それだけっていきます、はい、それではミートたけしさんどなたに投票されますかなるほどルオ <laughs> さんに1票目が入ります 投票の結果、本日処刑されるのはミートたけしさんです。では最後に、遺言をお願いいたします。えーっとですね、ナルオが2回、梅さんが3回、ガ、え、チ、ー、んが3回、サンタロウさんが7回、これが俺をブタマンと呼んだ数です今日。<laughs> 絶対に忘れません。あの君は、すごいいい子だなと思いました。俺は <laughs>。だから、 ミートたけしさんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります生存した皆様はビデオの停止を押してくださいさあ一応ゴンタが黒の可能性もあるんでゴンタ黒の可能性もありますからそれでは皆様おやすみなさいませまあ一応ナルオが生きてたら、まあ、一応その路線で行くしかないですねいやゴンタさんが、えー、黒だったからあえて俺を怪しくするためにナイト残したんじゃないのっていう感じ まあ、ぶっちゃけこれ、サンタロをぶち抜くと思うけど、さすがに。サンタロかな一番簡単みたい、それでは、能力者の方のお時間を少し取らさせていただきます。<laughs> まあ、ぶっちゃけサンちゃんも全然怪しい路線に行けるんで、サンちゃんが攻撃してるから、なんか村っぽく見えるだけで、別に攻撃し返せば、サンちゃんも全然人狼のあるんでだ、誰もこれないから、情報が。だって、占い師が、占い師、騎士、ハンターが初日で死んでるから、もうどうしようもこれもう、運だから。 さあどうなるかでナローに関してはごめんと。ナローに関しては梅原を守った以外だったら大丈夫。梅原守った以外はね。梅原守ったはやば。それは積むから。それでは人狼の方を起こしてまいります。けどランダム角になるかどうかわかんない。一応ランダム角にならないように川野、川のかガチ君がえお互いに入れ合えば、それでえとサンちゃんと。 人狼のナルオさんのミビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたします。そ,それではただいまから30秒間となりますのでよろしくお願いいたします。どうぞ。サンタロウさんでよろしくお願いします。サンタロウさんいきます。サンタロウ噛むと結果的にガチ君からスタートだからはい。はい。ナルオガチ君が川の入れればそれで勝ちが人狼格。<か>いやもうこれちょっと次。 オナにしようかなってっ梅原さんが最高キ,キラーなんでちょっとビクトリーロードなんちゃうんかっていう気がするんでちょっと河野くんの考察聞いてからちょっとどうしようかなっていうサンタロウさんちょっと頭良さそうなんでちょっとなんか河野くんの最後までちょっと僕は騙したいなと思いますい<や>なんでサンタロウさんお願いしますサンタロウさんお襲撃いたしますなるさもうあなたのオナに始まってるよ言ったけどもうしごいてるよ 全然もうしごきに走ってるよでは皆様大部屋にお待たせいたします何言っててんの <laughs> 始まるんじゃないよもうティッシュも用意してもう恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました2番成尾さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください3番川野さん4番梅原さん5番三太郎さん 7番ガチ君さあどうなる本日無残な死体となって発見されていた方は三太郎さんです三太郎さんはビデオの停止を押してください,い,いれそれでは現在4名生存ですでで皆様マイクのミュート解除お願いいたします3日目の話し合いを3分間で開始してください,いどうぞ

うめやらさんちょっと聞いてもらっていいですかはい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 僕は本当に正義の味方なんで。本当ですかはいじゃ僕のあの懺悔聞いてもらっていいですかはい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 僕がみんなを噛みましただからこの決戦投票しかないっすもうないっす GOOD8 スカートの力を見せるってのなにやってるのうめやらさん僕に運の力をください同じしろよ僕に運の力をくださいお…お前ジロウ僕ジロウ 豚まん、豚まん、豚なん、豚まん、豚まん、いまん、豚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 っん、豚ま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 ん、っまん、豚まマジでバカなん、豚まん、豚まん、くなろうとん、ったん、豚ま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 ん、豚大丈夫だよね。まん、豚まん、豚まん、豚 ええ、それはありえないじゃん。僕です。いやいやいや。いすみません。なるほさん、僕なんです。なるさん騎士で僕人です。じゃあゴンタが騎士ってことだよね。わかんないですけど。いやごめん、俺ごめんね。正直カスです。絶対川村さん絶対川村の味に当たってまさん苦労する。まず僕なんです。お前方なんで僕なんです。梅原さん信じください。同じます。僕なんです。梅原さん僕なんです。信じください。 いや、僕はちなみに騎士でした。僕なんです。僕。えお前騎士はい。なんで俺かさん守らなんすかちょっと待って、お前ら何なんだよ、おい。おい。違う違う違う。違う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 当に違うなるほど、人狼だよね。僕、人狼です。さすがにこの流れで人狼。川のお前人狼じゃねえの。マジで人狼だともさ。騎士です。さっき何を言ってないの はないだろうかしいだろうサントロさん守るやろ誰今じゃ守ったのしんどるやないかお前しんどるやないかお前さましんどかえっと待ったこれ誰河野か人狼はえっ野の顔で俺人狼としか思えなかったんだこれ川野くんですねちょっと待ってちょっと待ってやばい怖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 いい 一回とりあえずとりあえず一回。俺、俺、ジンルすよ。勝ちっすよ。だってここ、顔のに似たら。それでは、なるほど。が終了となりました。話し合いが終了となりました。マイクのミュート、マイクのミュートお願いいたします。マイクのミュートお願いいたします。マイクのミュどっちもいいたつってそれでは、本日、襲撃されていたサンタロさんをゲッいたしますので、7番、ガチ君からの質疑応答です。 ではガチ君どなたに質問されますか梅原さん。はい。これ、人狼っすよ。ゴンタさんもクロっすよ。で、成尾さん、岸っす。で、まあ、カーノは、まあ、なんか適当に今やっと、言ってるだけじゃないですか。え、あっ、ガチ君、人狼で、ゴンタさん、クロスもんだって。だけど、大津さんが、あの、ぶっぱで、ほんまに、うん、あの、7分の1かなんか聞いて、ゴンタさん言ったんですよ。そういうことはい。<laughs> あれ、あれ、ゴンタ <laughs> そんなことある ウォンドさん苦労っすよで、僕はもう鳴尾さんに入れて梅 <laughs> さんも鳴尾さん入れたら勝ちっす俺もなんで鳴尾なのなんで鳴尾じゃないのって騎士っすもん鳴尾さん梅尾やら聞いた方がいいま鳴、あ、尾はちょっとまあ今ちょっとおふおふざけで鳴尾と言いい鳴尾はなんか俺鳴尾が一番怪しいなと思ったけど鳴尾っちゃあ村ってこと村,村じゃないっすか鳴尾鳴尾も村でしょじゃあ鳴尾ウメさんを それでは、ガチ君、どなたに投票されんすかそれでは、ガチっどなたに投票さうますかそれでは、ガチ君、どなたに投票されますかそれでは、ガチ君、どなたに投票入れますかそれでは、ガチ君、どなたに投票されますかそれでは、ガチ君、どなたに質問されますかさんで 僕人狼なんです。相方誰でしミートです。豚まんです。豚まんなんです。なんで俺に言ったの?。俺怪しかった怪しくなかった?。サイコっぽく。なかったあの。バカなんです。バカだったんです。楽しんでください。その一言だけなんです。それ以外ないんです。お願いしお願いします。僕人狼なんですって。それは正解。ガチくいきましょう。 お願いします。信じください僕、をそそそれれれななないいいいんんんんんでででででですすすすすっっっっててて言言たたたたたのかかかみだだだけけマジ可能性あるら僕くさお願しま人狼なんですよ。3人、わや残りはさすがにきつい。僕、よく考えたら、勝てると思ってたんですよ。もう で梅原さんに最後いやー勝ちましたねって言おうと思ったら4人残っちゃってたんですよ。そうだよね。どうなんガチくん言ってくださいお願いします本当にお願いします。それではナルオさんどなたに投票されますか？ガチくんね。ガチくに一票目が入ります,すでは続きましてワンちゃんガチくんかもしれない。3番川野さんどなたに質問されますか？梅原さんの分かっ川野分かって。 これってあれですかもしかして。お前もだお前が人狼じゃないんだとしたらさ、ちょっっと待てお前もどっちが人狼か分かってないよね。あ、みんなが自分を人狼って信じ込ませようとしてるえ、何なんすか違うよ。だから、なガチ君かナルオが人狼なんだけど、お前はじゃ人狼じゃないよね。え、ちょっと待ってください。ええちょっと待って、えあ、そっか。あ、何すか見方。ええ、え、人狼す。人狼、じる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 。 人狼す人狼ス、ジノス。いや、だ俺、お前はずっと人狼だと思ってたんだけど。いや、めっちゃ勘違いした。いや、めっちゃ勘違いした。すいません。お前、何なの人狼です。いや、めっちゃ勘違いしました。あええ、だから、え、味方っすよね。俺はサイコじゃん。ど,どうしたって。サイコって人狼側っすよね。そうだよ。いや、いや人狼人狼,人狼え、だから味方ってことっすよね。俺の。うめえな。川のうめえ。 と思って。はい。それでは川野さん、どなたに投票されますか。え。なるおさんで。なるおさんに二票目が入りますだだ。さあ、梅原どうする。では続きまして4、四番梅原さん。どなたに。質問されますか。あの村人の人狼 C. を初めてだね、今回ね。ちゃんとできてるね。ガチ君がちゃんと乗ってきたもんね。 目かなか困ってるワヤ三人の人狼使用。あ、もちろなる、ね、なるほど。マジの可能性ある。ありがとうございます。ますえこの、川のカミングアウトってどどえ？い<や>これ多分今気づいたんですよ、川野くん。これ人狼って言って、いや川野が人狼だったらもうあなた方の負けなんですけども、わかる？言ってる意味。フル回転でその頭を。 わかんねえ <laughs> <laughs> だから、<laughs> はい、あおや、そんなことねえか。いや、わけで。川が人物のわけよちょっと待ってよ。それでもまだ。あ、いや、でもそうだよ。でも士がいないんだもんね。たぶん。たぶん。知らぬ間に死んでるっぽいっす。あ,あなたがもし、あな,しあなたが人狼じゃなくてあなたが死んだら。はい。たぶんって言ったらうまいな。あれ、それ、川のちょっと待って,てよ。なるいバカだから。 いや、怖え、ちょっと待って、なんで僕は人狼だったんです。これマジで。ミートさんがて相方だったんです。でか、豚、てか、豚漫画。なんで、これ、ガチ食いってほしいです。豚が相方豚が、カー,ノカーノの相方聞くの忘れた。うわっカーノが嘘っす。もう,もう近所でい、緊張で。カーノ、ね、カーノ、嘘や。わかった。うん、1それでは、梅原さん、どなたに投票されますか やな二択見つれないミス正解でも50パーミスったら終了あーガチおお正解いったガチくんに2票目が入った正解いた正解ガチ投票の結果本日は2番成尾さん7番ガチくんの決選投票となりますお二人は弁明をする時間が設けられます弁明をする順番は 本日の投票順番と同じです。7番、ガチんから弁明をしていただきます。それではガチん、弁明をお願いいたします。などさんに入れとったら、勝っとったのに、もうすぐに梅さん。一応、えっ、ー、と、まあ、初日、初日、どうを説得すればいいんかな。まあ、一応、ゴンダさんはもう黒です。ゴンダさん、黒です。で、えっ、ー、と、 梅さんに、1日目の票で梅さんに入れたんですけど、あの、決選投票で,で。さっき、えー、サントラさんも話したように、あれ流れ玉で人道が死ぬのが嫌だったんですよ、僕は味方が。で、梅さんに行った方が梅さんは止めると思ったんで、王さんはちょっともう、やばいんで、相当おつむが弱いんで、あの、やるんですよ、あの人は。<laughs> で 結果、ほんまにゴンタさんに当たって、味方一人死んだんで、<正>僕正。正解,正解。そっからすごい、こう、頑張ってやっとって。で、あれが嫌だったんで、えー、梅さんに入れました。っていうとこは一応見てしで、それ以外の人は、えー、みんな梅さんに入れとんですよで。僕と三太郎さん以外はみんな梅さんに入れとって。そこら辺を考えとらんっていうのは、うん、あの、くみ取ってほしいっす。んうん。ぐらい、すね。 で、あの、相方ミートさんって、えー、っと、成尾さん言ってますけど、昨日の投票、しょっぱなで、確か成尾さん、ミートさんいると思うんですよ。確かね。相方がそうなん、ね、普通だったらあの、相方じゃないとこに入れたほうが、ばらしたほうがいいと思うんですよ、河のところ。そうそういうこと。とっていう、なんかそういう、それは言ったら相当強い。それはー、上原信用できる、それは。はい、すそうだよね。成尾さん、てめえお願いいたします。 ん,なん今日僕は3人になると思ってて3人になってもう一人気持ちよく梅原さんとウイニングランで殺そうと思ってたんですけどよく考えたら5-14だったんですよ <laughs> で僕本当にミートさんが仲間だったんですてかブタマンがこれ見てくださいこのキスマークを。 父くや合ってるんです。僕、ミートさんと。<laughs> 信じてください。梅原さん信じてください。僕、人道だったんです。父くや合ってるんです。本当なんです。本当なんです。もうそれ以外ないんです。もうパッション以外ありません。ガチ君が嘘の市民なんです。市民かなんかよくわかんないけど、僕は人道なんです。これが証拠なんです。父くや合ってるんです。よろしくお願いします。僕、人道です。ガチ君言ってください。お願いします。 それではお二人の弁明が終了いたしましたので本日の投票順番3番川野さんからどちらかに投票を行っていただきます川野も川野で逆に入れないけなお投票数が同数だった場合はこの時点でランダム処刑となりますのでご注意くださいでは川野はです投票悩んでいただいても結構ですが推理を述べるのはえ禁止とさせていただきます悩んでいただいても大丈夫ですでは川野さんから 投票を行っていただきます川野さんどちらに投票されますかちょっと考えさせてくださいそうだよなむずいよなどっちが人狼かわかんないよ川野からずっと <laughs> 人狼に投票しなきゃいけないんだから <laughs> 梅原ガチ君が人狼の線が高いと思ったよな 鳴尾さんの鳴尾さんに一票目が入りますさあ、梅原ガチこれはでは、梅原さん鳴尾鳴尾さんに二票目が入ります <laughs> バカ<だ>投票の結果、<laughs> 本日処刑されるのは鳴尾さんですさあ、梅原の顔では、鳴尾さん猶予をお願いいたします今日で梅原信者やめますありがとうございました それではこの時点で決着がついております。念のためですね、サイコキラーが生き残っているので、人狼が生き残っていた場合は襲撃先をお聞きいたします。では、一旦皆様マイクのミュート、成尾さん、河野さん、梅原さんガチ君、マイクのミュート解除をお願いいたします。え河野さん おいおい気持ち悪いな。<laughs> 人狼の方

さあちょっと打ち上げ聞きましょうか魚さんの打ち上げ聞きましょうはい。はい。それではまずはサイコキラー梅原さん占い師ハンサムオリガスさんハンターオースさん騎士ゴンタさん

いや、次、残り3人になると思って、あ、気持ちよく勝とうと思って、ミートさん邪魔だから消しとこうと思ったんですよ。<laughs> 失敗しちゃった。何笑ってんだってね。<laughs> <laughs> <laughs> いいな、わかんねえ。だって、れあれ、だってガチ君の、そう、ナルオとミートさんが、えっ、ー、と、仲間だったら、ナルオ絶対ミートさんに投票しないですよって、めちゃめちゃ来てたでしょ、梅原。それ刺さったでしょ。いや、刺さったし、もっと言うと、あの、うん めちゃくちゃさ、ミートさん黒確定みたいな感じだったじゃん、空気的に。にもかかわらず、いや、ゴンタが黒って言ったとこで、なんでわざわざ、その、みんなのね、関係ないところに行ったのかなと思って、これでミートミートだったら、たぶん、ガチ君を疑ってた。あ、なるほどね。疑うてか、ガチ君が白なんじゃないかと思ったけど、なんでゴンタがわざわざ言うんだろうな。いや、でもこれ、ハンサムさんかめた後に結構、

動かしてもいいぐらいだったから河野とガチ君に入れればもう絶対それで勝ちだったから河野ようやったお前ようるおさんに入れようとしてましたもん。ただそのもうみんながぶったまんっていうから今誰にムカついてるか分かんないですごめんなさいいやさすが奈良だよガチ君うますぎたわマジでガチ君うまかったね人材勝負かったねいや最後2分の1より2分の1の勝負にするか迷ったんですよ 河野は成尾さんで分かっとったんで。ちょっと怪しかったけどね、河野。い決めにましかなり怪しかった。でもね、ガチ君の人狼度合いが、その濃度が上がってきて、河野もね、ちょっとどっちにしようか迷っちゃったから、いや、でも、いや、てか、俺、この村で俺とガチ君が最上位な気がしてきてるんだけど。どうですか、太郎さんは。え、今、今上野さんのことバカにしました、今。あ、いやいや。 すちょっとこんな梅さん見たくなかった。梅さん寝トるも目開けて、ただね。梅さん寝トるよね、目開けて。ええいいや。なるほど。全くわかんなかったけどな。いや、誰はそれでいいと思う俺はね、だからお前はずっと5審にいる。5審5審じゃないでしょ、これ、ずっと。卒業卒業。恥じたら審5審で恥じたら審。河野さ俺はもと本当にハンターだと思ってたの、最初のはい目だったのめちゃお前、俺にも味方してたじゃん。いや、味方だと思ってました。

皆さんこれが格ゲーマジのなんすよ。おおめちゃんおまちゃったじゃんこれもう。正直あの二日目だから怪しすぎて俺河野くんに占い先変えたからね。そうだねそうそうそう。めさんか川野さん占いすぎた最初。ちなみにハンサムさんあの最初の俺を占うって言った支援ですかあれ？支援じゃないですだって明らかに怪しいことしか言わないですから。あのただそれあの支援じゃなくて知能システム。これ悲しい。はい。

キットュと占い…申し訳ねぇキッシュと占いハンター全部言ってますからね言ってるねいやでもね、えけどナロがミートさんにあそこ入れなかったらナロが浮いちゃうからどっちにしろでもうんどっちにしろ多分ミートさんだったと思うあの時死んだのはナロが入れなくてもほら すごいバトルだったね。今回すごい。悪いな、僕。俺がチャカ弾いたばっかりに、こんなふうになってます。いあなたがチャカ弾いて、あ、格言はじめ始まったなと思った。ありがとう、あいや、引いちまった。で、それが判断に当たって、で、占いで噛噛むとか言い出して、太いタ梅ちゃんが困ってるの最高だった俺も来ていいか分かんなくなっちゃった。いや、でもね。めちゃくちゃ梅原さん困ってると思った。梅さんガチ君に入れてたから、ミスんねえだろうなと思ったんだけど、最後の最後に、 なろうって言ったから。ガチんうまかった、マっで。いや、最高だったよ。いや、サンちゃんも相当うまかったけどね、今。真っ白だったから。いや、うまかった。サンちゃんうまかった。俺なんか、王さんの、王さんを殺すようにしむけちゃってさ。で、結果伝られたから、俺、お前はもう騎士じゃなくて、騎士だよとかって言われてさ。 最終的には俺に冗談してぶっサだったのにお前顔の油で弾けよとか言って冗談が冗談みたいな冗談に次ぐ談っていうでも最後はね面白い面白いねむずいっすよねめちゃくちゃ最後はむずいしょむずいしょむずいししょむずいしいしょむずいしょむずいしょいしょむずいしむずいしょむずしいしいずししいしい いでもハンターの時にここしかないかなって言ってよりかは何かやった方がいいかなって。戦服も結構あるんですよ。守らせたり守らせたりするのも結構ある。んか信頼取りすぎちゃうと狼側からかまれて殺したとまずいじゃないですか。 難しい。難しい俺で村勝ったのはマジで奇跡だな。いや、奇跡すごいですよ。マジすごい。人道市場で多分、初めてじゃん。あ、95%以上勝率あった時に負けたっていうのは。

でもこれ以上はないと思うわ。これ以上ないわ。完璧だったね。これ負けるのか。いや、これ村村村。これは負けるか。くのか、なのはどっから遊ぼうと思ったのか。これも余裕があるの全然マジで、一ミリも遊んでなかったんですよ。あ、そうなんだ、余裕があん。あの、ミートさん死んで、次俺、噛んだらあと梅原さんと俺と、あともう一人だなと思って、梅原さんと、 これ人狼なななんんすよーつってあ、お前なんだみたいなパターンいこうかなと思ってたらなんと4人いてあれこれまずくないと思ってあれ, <laughs> あれ計算と違うぞっつって計算違ったんですよね <laughs> <笑><笑><笑>れこれまずいやと思ってでもさあの初日に俺と、はい、俺と大須さんと折リカさん死んで、はい、で成尾さんもだってこれ R10 で梅ちゃん最後確定したじゃないですかあはいはいはい成、は、尾、い、さんとミートさんが生き残ってるから もう黒人や三人いて、村も三人だから、もうその時点で、いざとなっちゃう、いざとなれば、もう票合わせ。終わりみたいな、初日の段階で、二日目か。そんなことを考えれたら、ここに今いねっす。はい <laughs> <laughs>、ええ、でも、ええ、今いね。っていうか、その五引く一なんか、おめえの後ろのクソガキでもできるからな。<laughs> なるほど、今度、あの、お前とさ、お前の息子用にあるおはじき買ってあげる。<laughs> <laughs> 一緒に小学校通えバカがそうそうそういやでもなるほおかげでマジでこれはすごいと思うあのあそっから村っていうのは村勝っていうのはあれは多分いや、ありえないマジでマジで俺もほぼ勝ち格だなと思ったんですよ。しゃべんの河野とガツ君に入れた瞬間に河野とサンタロウさんがそこに投票集めるしかなくなるからどうしようもなかったんですよ。もうなるほがしかも新騎士 バカっぽくて士でいたなみたいな感じになるじゃん何かだからもうマジで使ったさなるしミートさんったからマジでと思って俺れどうしたらよかったんですかいやだから別にミートさんじゃないといやそれはもうおはじきないいやそうなこれは言えないよおはじき買おうった明日は明日はおはじき買おうちょっとおはじきの説明しづらいわこれがいいんだよこれかんね うん、<ー>難しすぎるでしょ、このゲーム。<laughs> <laughs> ーしっかりしていや、そういえば、オ津さんが城崎だったんだもんね。オ津さん、マックスで最後だったんだもんねもう。開幕も面白かった。ハンサムさん、新占い師で自分の城崎を先に釣るっていうね、ハンター。<laughs> そうだよね。 あなた以外はね、誓いがあったら、そこには誓いがあった。当然の誓いがね。そう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 。いや、だからなんか、二人で梅原を殺すっていうね。そうです。俺かだけど、俺かさんが占い引く引くと、なんか占いの価値が下がるな。なんでめちゃめちゃ今日上がってたでしょ。俺かつては2勝だもんね。そうですよ。もうだって、もう今敵なしですね、向かいところ。誰が俺を潰すとあれ止めるのかって今思ってます、正直。まあ今で止められ続けてるけど。そうですね。 まだ2勝してるか11かあと借金が13ですねあもう返したいなもんですねこれはもうほとんどないないっすね13ゲームはちょっとな今のはかなり歴代でも紆余曲折具合面白レベル高かったですやりましたねいろいろいや今のはよかったでもみんなやれることやってるっていうのはねすごいあれやれることやってあれなんだからもう さすがいや結構立ち直れないなれねミートさん結構頑張ったのにねミートさん人狼だったんすね結構頑張ったんすよ今いや全然分かんなかったなんない。てで死んでも分かんなかったしあれ勝ったのかなと子供で2日目になって4人なのに何であれまだ続くのと思ってあれく あと、サンタロさんも、サンタロさんがちょっともう A クラスか S クラスか。うサンチャンからうまい。サンタロさんうまいっすよ。サンチャんミュートになってるる。あ、すいません。あ、てかサンタロさんマイク、なんかいいのにしたんですね。あ、すいません。半年経つたますけど。あれ、たぶんこの角度で見たことなかったっすよ。あ、そっかそっかそっか。はい、そうなんですよ。はい。え、それハイパーエクセルですかえっと、

こうやって思うんすよ。の不別の言葉がこの場においてはサモハンだと思ってたんですけど、まさか下のもう食品加工品になると思わないけど。豚漫画。豚マンだからね。豚だったらまだ豚じゃないからね。豚だから。あ変わり果てた姿のボタン。食品加工品だからねもうね。 しかも上の先っちょって言われたから。で、タマンでもないカリカリしてる。カリカリしてる。一番上のちょんとして部分で。じゃあ皆さん、準備いいですかラスト。じゃあ1回戦。お願いします。それではじゃあ3回戦、元気よく参りましょう。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、坂田さん、お願いします。はい、それでは3戦目、よろしくお願いいたします。では、マイクのミュート、ビデオの停止を押してください。いや、バカしかいなかったな、まジ。さすが、格言魔人だな。それでは皆様、おやすみなさいませ。 帰ってきたらやっぱこうなるんだよなこういうメンツがいるとな本当にやっぱメンツだな人狼はなマジであとね各視点やってますんで今まででねあこいつちょっと頭おかしいわってやつのあの視点で見るのも楽しいと思いますんでぜひぜひそれでは能力者の皆様を起こしてまいりますこず下占い師の方から起こします役職が全部分かってしまいますよろしくお願いします